こんにちは、テイクアイチャンネルのテイクアイです。皆さん、今日は何の日かご存知ですか？そう、大会の日。実はこれ、もう終わってます。大会終わってます。今日は 200m の日なんですけど、まさかのオープニングをね、朝撮り忘れるっていう大惨事を起こしてしまって、まあ、理由はね、朝、ユティックチャンネルの方で生配信してたんですよ。それを自分でなんか楽しくて、今もう大会1日目が終わった後でございます。はい、なので前回やったような買ったもの紹介をしたかったんだけど、もうほとんど飲んじゃったし食べちゃったし、もうないんですよ。え、そうね、そうなんだよ。わかる、皆さんの言いたいことはわかる。試合どうだったのかっていうことですよ。ちゃんと決勝まで行ったかどうかも含めてね、この後ちゃんと最後まで見てください。俺もピリピリしたムードで激闘っていうのにふさわしいレースをしてきたので、1日目はね、2日目はまだわかんないよ。ってことで早速もう行ってみよう。何レーンですかね。はい、え、そうかも。あ、いや、来た、増えた。6 1、2、4じゃないですか。どれやアップ、あの、なんか立ってんのが3、4、6、7、うん、6クレーン。じゃあ1回切ろう。よし、あ、4人だ。6レーン、入った。レーンね、うまく取れるかな。大丈夫、向かい風だ。頑張れ。いや、200やばいな。さあ、クラブ選手。外から2番目ですよね。出ました。さあ、クラブ選手、いけいけ。スタートしたのは一般男子。どうですか、ゆりさん的に。どうなんやろ、風的に。頑張れ、ラスト。3名は木下くん、福井工業大学。いけいけ、うわ、向かってる。頑張れ、ラスト。あ、いいぞ。あれ、風はマイナス3.9。うわー、うわ、明日どうしよう。やだな。追ってくれ、お願いだね。出るかな。あ、出た。消えた。マイナス3.9の22。ただいまの一着、木下君、福井高校大学。追ってる。はい、お疲れ様でした。あの風強すぎです。途中でもう、あの、最初の40くらいでやめちゃったんですけど。あ、そうやったんや。見てて風やばいなってずっと言ってたんですよ。水濠あたりからもうやばくて。そうなんだ。しかも6人しかいなかったでしょ、うん、こっちまでもなんかやめる、もう予選なしで走るって、決勝。あ、そういうこと。そうですね、一発決勝っていう話聞いてて、はい、気持ち全然作ってなくて、はい、っていうのもちょっと油断であったんで、気持ちが入ってなかったです。はい、はい、お疲れ様でした。決勝頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。第4レーンはユティックの倉部君、5レーンは福井工業大学の木下君。この2人は競り合っている。200m の決勝が終わりました。はい、マジで悔しい。本当に悔しくて、いや、勝てたと思ったっていうか、その現役とかいい時とか、そのいろんな表現があると思うんだけど、現役の時であれば完全に勝ちパターンのレースなんだよ。なんだけど、今のこの自分では全然最後までこう走り切って勝ち切ることができないっていう状態が前回今回とよーく分かったから、
もうそれを前提にこれから練習していくしかないなと思って、逆にこうすごい自分の中でもピリピリしたムードでああいう競ったレースするのが本当に楽しくて、でもああいうレースするなら勝ち切りたいよね、勝ち切るべきだし、いやー勝ったところを見せたかった、もう負けた姿はね見せたくなかったんですけど、勝ちたかったなー、あーマジで悔しい、思い出すだけでもすごい悔しいんですけど、でもこのね悔しい思いをもとに今度明日 100m、 そしてねまだまだ試合があるんで、しっかり今の状態を見直してね、こういう状態だっていうのを認識してね練習をしていきたいと思います。てか本当に練習するともうすっげー今悔しい、もう心の底から悔しい、いやーなんか情けないとかじゃないんだよ、悔しい、本当に悔しい、本当にあのまま勝ってガッツポーズしたかったし、あのまま勝ってこうね笑顔で今ここに立ちたかった、したかったっていうか痛かったから、次は負けるマジで、前回にはなかった感情だね、前回はまあまあまあと思ってたけど、いやもう収まらん、収まりきらんってことで、次は 100m、 今度は明日になるんで、日曜日かな、日曜日になるんで明日に移動します。お疲れ様です。お疲れ様です。怪我した？怪我してないです。してない。あ、ごめんごめん。煽りが急。もうズーンってきますね。怪我してないです。あ、よかったです。心配しました。シンプルに遅いだけです。まあでもね、昨日200日本走って。そうですね。で、まあ仕事の環境も変わって、うん。そうですね。それを考えたらやっぱ1本目っていうのはなかなかこう。作っていくのも難しいんですけど、昨日との折り合いもつけながらアップしていくのもやっぱり今までとちょっと違うところがあった。もう怪我なく走り切れて、タイムと風の関係を考えたら先週とほぼ変わらないタイムが出たんで、これから体の、ね、動きがあんまり良くないんで、ミニハードルを使ってちょっと動きを矯正しながらこの1時間で 0.4 上げていきたいと思います。すごい、まあ頑張ってください0.4 ぐらいいきなり、まあでもそうですね。でもあれですよ、私からするとこの水曜日さ、はい、結構ガッツリ練習したやん。そうですね。150、プラ100、プラ120とガッツリ全部やって、はい、で、昨日200ガッツリやって、はい、で、今日100ガッツリ。今日ガッツリ。いや、僕それだけであなたのことリスペクトできます。ありがとうございます。すごいと思いますよ。今日で、ね、しっかり村瀬さんを倒して。なるほど、わかりました。もうね、2位も3も4もいらないんですよ。1位しか欲しくない。わかりました。じゃあ、まあ、決勝勝負しましょう。決勝勝負しましょう。はい、お願いします。頑張りましょう。現在トップは第6レーン、ユキクロミ、村田君。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいいい条件で、気温も良くて、健康じゃねえよ風も良くて、すごいいい条件の中、10秒86っていうタイムで4番でした。いやー、なんか200でやっぱいけるなっていう感じがまだあって、ちょっとうまくしたらまだ伸びるかなって思うんですけど、100に関してはちょっと前半があまりにも良くなさすぎるんで、ちょっとこれが今のこの5月の時点ではアッパーな記録かなとは思います。でもここからシーズン通してまだ修正点いっぱいあるんで、体も強化しつつ、ちょっと技術面もね、100に関してはちょっと見直していきたいなと思います。村瀬さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まだ遠いな。まあでもあれですね、練習通りの差ぐらいですかね。そうですね、はい、でもスタンディングだとほんと近いんだけどなあのブロックってやつが俺まだ仲良くなれてなくて、未だに陸上やって13年
13年ぐらいあるんですけど、まだブロックとは全然仲良くなれてないんで、ちょっともうちょっとね、あの会話していきたいなと思います、ブロックと。でもこれからまた2人でね、水曜日しっかり練習して、もっともっと2人がレベル上げてね、10秒5台ぐらいのスピードで常に練習できるように。うわー、そうですね、はい、無風で、無風で村田さんも証明してますからね。そうですね、あの詳しくは監督部屋で、はい、ぜひ見てください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。これからまだ全然続いてくるので、クラブ応援しますよっていう人はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。で、本当最近はあの皆さんのコメントが本当に嬉しくて、あのコメントを見るたびにね、陸上のやる気だったと、やる気だとか練習のやる気がすごい湧いてくるので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。俺からもね、俺からお願いします。じゃあね。